正サト深谷高等学校は埼玉県深谷市にある私立高校。通称は正サ同じ深谷市内の岡部にある埼玉工業大学の付属校であり、同校に本部を置く学校法人地高寺学園が運営している高校である。キャッチコピーはなりたい自分がきっとある。校術の遠隔の項目にある通り、当初は 女子教育のための教育機関として、学校法人、荘園学園により創設され、後に、男女教学の埼玉工業、大学深谷高等学校という校名となり、当時は、先高大深谷の通称で知られていた。2003年4月より現校名となる。浄土宗関係の行事などを取り入れており、格式典などもそれに準じたものになる。また、授業の開始、終了時には、 通常の気をつけ、例ではなく、合唱を取り入れている。教育システムは、累計性システムを基本軸に据え、キャリアプランを元にした、進度指導システムと3年間の、学習指導計画であるシラバスがら旋状に相互に、連携した、システムスパイラルスタディシステムを採用している。制服は、コムサデモードによるデザイン。進行者の最上部には、ルシオールマサトモという、 夕方5時頃になると発光ダイオードを用いた色を変化させながら7色の光を放つモニュメントが設置されている。敷地はかなり狭く、テニスコートは2面あるもののグラウンドが一切ない。そのため学校から離れた外部にグラウンドを持っている。部活によっては埼玉工業大学にあるグラウンドを使用している。球技大会は深谷ビッグタートルで行われる。 埼玉県内では、深谷市や熊谷市など、主に県北地域で競技が盛んなラグビーにおける、県内有数の競合校として知られる。ラグビー部は、全国大会レベルでも、全国高等学校、選抜ラグビーフットボール大会の優勝や、全国高校ラグビーの準優勝などの実績を、残している。また、過去には、トンガ王国からラグビー留学の生徒を受け入れており、このいわゆる、 トンガ勢で話題になった。ラグビー部 OB には後に、ラグビー日本代表や A 代表に選出された者も,もいる。その他では、サッカー部が第91回、第94回、第95回の全国高校サッカーに出場し、バスケットボール部、卓球部も高校総体出場経験を持つ。女子卓球部は2009年度2010年度のインターハイでのベスト4など、 全国レベルでも高い実績を残している。他にも数多くの運動部が活動しており、埼玉県レベルの大会では、周囲から上位クラスの実力を持つ者も,も少なくない。野球部は甲子園出場経験こそないものの、先高大深谷時代の一時期は積極的に強化を行い、1990年代には関東大会に出場実績を残しており、 当時の卒業生からは、プロ野球選手も輩出している。野球部、サッカー部、ラグビー部、男子バレーボール部、女子バレーボール部、男子バスケットボール部、女子バスケットボール部、卓球部はトップアスリートクラブに指定されている。ありがとうございます。